泉はもうすぐです。今少しの辛抱を。セルジュ、まさか。嘘、泉がない。ブルスタム、なんて奴らだ。どうやら空からやってきたようですね。奴ら、私たちの動きを読んでたってこと？ずっと空から追跡してたわけじゃないわよね。はい、反応はありませんでした。どうしよう、クラッキー。どうもこうも、これじゃ火を消すどころじゃない。果実さん、もはや逃げ場はありませんぜ。森の悲鳴が聞こえているはず。誰がこの悲劇をもたらしたのかお分かりですな。果実様は無傷で捕らえよう。来たぞ。皆様、シートベルト。何をするの？いいからお早く。ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、レイニードル、リザードエッジ、ともにレベル3に。流星王メテオブルムはレベル2にアップ。来るぞメテオブルム。ターンエンド。何？何を期待している？ターンエンドだ。メテオブルム対決を仕掛けてくると思ったけど、レイニードルやリザードエッジのレベルを上げて何を企んでいる？イカイオはバトルの最後が見えている。君も経験済みだろう。うん。激突を、君は見えているのか？どんな戦略かわからないけど、アタックのチャンスを逃したことを後悔させてやる。ドローステップ、メインステップ、リザードエッジをレベル2で召喚、流星をメテオブルムをレベル3にアップ。赤のスピリットたちを一番よく知っているのは俺の方だ。レベル3のメテオブルムの BP は最高値の11000、イカイオのメテオブルムはレベル2。倒すなら今しかない。俺と同じデッキなら警戒しなければいけないのは赤マジック。でも今のメテオブルムを倒せるカードはあの手札にはないと読む。行くぜ、アタックステップ、流星王メテオブルム激突。メテオブルムレベル3の効果で相手のスピリット1体を指定アタック。ターゲットはメテオブルム。受けて立とう、激突を。メテオブルム、いけ。これが俺たちの激突だ。見事。俺と同じデッキだからこそ読める手がある。ジークブルムの敵は取ったぜ。ターンエンド。はまったな、激突を。いや、この熱い勢いこそ激突を本来の力では。彼はメテオブルムと共に蘇った。どうかな。イカヨウは全ての時代、二つの世界を見下ろす存在。イカヨウの前では、激突王の情熱さえも戦略の駒となる。ドローステップ、メインステップはこのままスルーする。召喚もレベルアップもしないのか？すでに全ての戦闘体制は整っている。メテオブルムの破壊も我が策のうちだ。あの激突が？疲労状態のメテオブルムが、お前のために今何の役に立つ？アタックステップ。お前はバトルをどこから見ている？ジークブルムを手痛い相打ちで失ったことで、メテオブルムの勝負には絶対勝つとそればかり考えていたのではあるまいな。ハマったとはこういうことか。激突を決めてこその激突を。しかしそれはバトルのほんの一面。フィールド全体に目を向けよ。されば己の未熟を思い知るはずだ。何が言いたい？言葉ではなく、その身をもって知れ。レイニードル、レベル3でアタック。フラッシュタイミング、ビクトリーファイヤーを使用。 BP3000 以下のスピリット2体を破壊する。リザドイッチ、
レイニードル、こっちもビクトリーファイヤーだ。残念だがビクトリーファイヤーは発動しない。この場に集う我がスピリットたちは全て BP4000 以上。ビクトリーファイヤーでは倒すことができない。しまった、他のスピリットの BP を見逃していた。ライフで受ける。まただ。またダン君が見えた。クラッキー、見えた。ああ。ダン君は後がありませんね。ライフは残り一つ？はい。セルジ、来るわよ。まだです。まだ十分に引きつけなければ。苦しいか。自分と同じデッキに敗れる気分はどうだ。痛ましいな。ビクトリーファイヤーはお前も警戒していたはずだ。にもかかわらずお前はメテオブルムの対決にこだわった。それがこの結果だ。あんたの思い通りにされたってことか。コアが君の心に反応しているんだ。今君は強烈に敗北を意識している。負けていく自分への怒り、友達への期待に応えられなかった自分への情けなさ、激しく渦巻く感情がコアを強く輝かせている。赤のシンボル。異界王に勝負を挑んだ者は宿したコアの光を破壊される栄誉を与えられる。お前の最後のライフは赤のシンボルだ。そう、俺は赤の戦士だ。やれよ、覚悟はできている。涙らしいと言えるか。ごめん、ずっくりダメだった。リザードエッジ、やれ。いかよ。最後まで閣下の手の中にあったか。逃げ場はないぞ、虫めずる姫よ。ダンが負けたってことなの？はい、最後のライフでした。本当だか？ええ、でももっと何か恐ろしい感じがします。行きます。他の色の世界へジャンプします。果実、もうあの森は諦めるしかないわ。私のお友達、ごめんなさい。ゲートを越えたか。ブルストルト、果実様の行方は間もなくわかる。それまで待機せよ。なるほど、そのシンボルは強い。こんな姿になったのにですか。それでもなお光り続けている。赤の世界へ連れて行け。ホライゾンラダーにですか。新たなホライゾンラダーの礎にせよ。人間が思い知る時は近い。レオンが何やら始めたようですが。やらせておけ。妹のことなら案ずるな。ダメかもしれない、ダメじゃないかもしれない、
行きますってさ。異界王が俺とのバトルで最後にアタックしたカードは何？答えが分かったら正解だと思う番号に電話してくれよな。受付は今日の夜8時まで。抽選で10名にご覧の商品が当たるぜ。当たり前のように君がそばにいて諦められない夢がいつもあったのさ。時々ありがとうとごめんねがうまく言えなくてごめん。閉ざした窓の向こう君の名前空に書いてみた。ダメかもしれない、ダメじゃないかもしれない。心の中で僕はしゃがみ込んでしまうけど、もう一度立っていつもよりいっぱい息を吸ってさ行こう、また笑ってさ行こう、君が待ってる。赤の激突とマジックは超強力。激突も警戒しなくちゃいけないし、 BP3000 以下にしないようにしなきゃ危険だし、あそこでビクトリーファイヤーさえ気をつけておけば次は勝ちに行くだよ、ダン。おいらバトルフィールドに立つ、覚悟するだよペンタン。ジークブルム行くだ。次回バトルスピリッツ少年撃破団バトル入門ペンタン帝国の野望行くだよ。アタックステップ。バトルスピリッツはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。